こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、南シナ海では人工島問題による中国軍の侵攻が進んでいる。そんな中また、日本も台湾にも中国空母遼寧打撃群が台湾海峡や宮古海峡などを堂々と通過している状況だ。そんな中、尖閣には連日と言っていいほど侵攻している。海上保安庁が対応している中、海底では我が海上自衛隊の潜水艦も監視活動の任務についている。中国が海洋進出を進める一番の理由は、太平洋へと中国は進めたい理由があり、また新型原子力潜水艦も建造して活発化させている。潜水艦の能力は昔ほど粗悪なものではないが、それでも日本に通用する原子力潜水艦はできていない。またこれは中国発進になるのだが、新型強襲揚陸艦が火事になる事態が起きている。この話はしているが、では各国南シナ海を重要視しているのか。それは国益につながる部分が数多い。南シナ海での今の状況を話していこう。2020年4月18日、中国政府が発表した声明は、新型コロナウイルスの蔓延による世界的な混乱に乗じた暴挙だと、直接的な利害関係のある周辺国をはじめ世界中に波紋を投げかけている。これは中国国務院が新たな行政区の設置を表明した問題で、周辺国との主権の主張対立が続く南シナ海において、中国が一方的に実効支配を進めることを目的としていると見て取れる。これまでも中国は南シナ海上のパラセル諸島、中国名西沙諸島と、スプラトリー諸島、中国名南沙諸島の領有を公言し、両諸島は同国の海南省造砂市が管轄するものと主張していた。今回の発表は、さらにこれを強引に推し進めたものであり、海南省造砂市内のパラセル諸島を西沙、スプラトリー諸島を南沙とする行政区分を新たに設けたというものだ。もともと中国は南シナ海のパラセル諸島やスプラトリー諸島の帰属をめぐって、ベトナムやフィリピン、台湾などの周辺国と激しい対立をこれまでも起こしているが、いずれも強引な実効支配を続けている。ことに4月に入り、2日にはパラセル諸島沖の海域でベトナムの漁船に対し、中国当局の艦艇が体当たりを敢行、相手の漁船を沈没させるなど強硬な実力行使を伴った対応を言ったとも報じられた。また中国は新型コロナウイルスの乗組員への感染で活動停止を余儀なくされているアメリカ海軍の航空母艦の状況を横目に、明らかに
これを好機と捉えた挑発的軍事行動を見せている。その一例として11日には航空母艦遼寧を中核とする全6隻からなる艦隊を中国本土から出港させ、宮古海峡を抜けて太平洋へと進出。これ見よがしに軍事演習を実施するに至った。これらの動きは台湾や日本でも逐次追尾。監視し、その動向をリアルタイムで把握していたが、アメリカ海軍も作戦行動が不能となっている航空母艦に変えて10日に駆逐艦バリーを台湾海峡へ派遣した。アメリカ海軍は第7艦隊所属の横須賀基地を母港とした航空母艦ロナルド・レーガンがやはり乗組員に新型コロナウイルスへの感染が発生したため動きが取れない状況に見舞われている。もっとも新型コロナウイルスの乗組員への感染が大きい航空母艦セオノア・ルーズベルトはグアム島に止められており、このため太平洋海域で行動可能なアメリカの航空母艦は現在1隻も存在していない。アメリカ海軍の上層部やアメリカ政府もこうした状況下にあって、アメリカが行使し得る戦力は担保されているというようなアナウンスを出してはいるが、事実上の戦力ダウンは誰の目にも明らかだ。むしろ中国海軍はこの事態を利用してアメリカのこうした渦中での対処方法や出方を伺うかのような試験的な行動をあえて実施していると考えて間違いないだろう。そもそも中国当局は今回のパラセル諸島を西策、スプラトリー諸島を南策と設定した目的をアメリカ軍による南シナ海への艦艇や航空機の進出行為に対する牽制行動であるとしている。これはいわゆる航海の自由作戦、つまりアメリカ海軍による南シナ海への航海行動に対する自国主権を守るための防御的措置だと主張しているわけだが、中国以外にこれに同意する国は見当たらないだろう。そういえば、4月17日には、バルト海上でアメリカ軍の駆逐艦にロシア軍の戦闘機が異常接近する事態も報じられており、中国同様にこれを好機と捉えて挑発する手法は、ロシアでも健在のようだ。中国はこれ以外にも尖閣諸島近海への進出も増加させており、南シナ海の実効支配強化と同様にこの海域への勢力圏の拡張も虎視眈々と進めようとしている状況だ。南シナ海においては人工島を建設し、さらにそこを軍事拠点化するなど、有無を言わさぬ手法で支配しようとしている中国が、尖閣諸島でも同じような行動に出てくるであろうことは明白と言えよう。中国当局はパラセル諸島やスプラトリー諸島の領有を主張すると同時に、その周辺の海域と海底にも主権と管轄権を持つと述べており、
海底の資源目的での支配欲を隠そうともしていない。これらの海域で中国と対峙しているのは、ベトナムやフィリピン、台湾など、中国から見れ、バハルカカに小さな国であり、単独での抵抗では、軍事的にも政治的にも不利なことは言うまでもない。日本も、単独で尖閣諸島をめぐる争いを押し切られないように、これら周辺国と協調して、中国の圧力と対抗する方策を講じる必要が必須となるだろう。新型コロナウイルスへの対応については、台湾が世界各国への医療備品を供給し貢献しているが、中国と経済的関係の深いドイツなどでは、これを積極的に取り上げない動きも見られる。日本も今回のコロナウイルスを契機として、脱中国の流れを加速させ、中国依存の経済を見直して、ドイツのような状況にならぬよう改める機会に、すべきではないだろうか。